ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日の動画は、コチトラ自腹じゃ。パクユーが毎週 CD ショップに行き、その週に発売された新作邦楽アルバムの中から1枚をチョイス。自腹で購入し、5段階で星をつけて評価、レビューするという企画です。この企画、もうかれこれ4年半ぐらい、毎週やってるんですけれども、1ヶ月、2ヶ月前ぐらいにちょっと体調を崩してしまった時期がありまして、そこから、取り上げる CD っていうのがずれ込んでしまっていて、なかなか元に戻せてないっていう状況が続いてます。なので、今回ご紹介する CD っていうのは、今週発売の CD ではなく、9月2日発売の CD になります。それでは早速ご紹介したいと思います。今回の自腹 CD はこちらです。じゃん !L&、King&Prince。これ、アルバムタイトル L&で合ってるんですかね?なんか、それっぽいというか変わった読み方がありそうな気がするんですけれども、間違ってたら、コメントで教えてください。こちらは、ジャニーズのオサレグループの、まあ、若手グループの一つと言っていいと思います。King&Prince の2枚目のオリジナルフルアルバムでございます。僕、まあ、この企画、さっきも言ったように4年半ずっとやってるんで、まあ、ジャニーズの新譜が出るときって、CD ショップめちゃくちゃ賑わうんですよ。で、King&Prince の1枚目のアルバムの時っていうのも、King&Prince 今週出てるんだっていうのはね、気づいていたんですけれども、その時はやっぱドラマのタイアップとかがついていた、ちょっとこう、年齢層低めを対象としたような楽曲、中学生、高校生ぐらいの女の子に聴いてほしいのかなっていう曲を結構押し出していたので、ちょっと僕には合わないかなっていうふうに思ってたんですが、今回の2枚目のアルバム、表題曲、アルバムの表題曲が2曲目に入っている And Love という曲で、その曲の、まあ、ミュージックビデオのショートバージョンっていうのが YouTube にアップされていたんですね。で、それが急上昇かなんかに入ってて、それで聴いたら、僕全然ね、King&Prince の音楽、ちゃんと聞いたことなかったんですけど、一人、すごく歌の上手い人がいるなっていうのに気づいて、おってこう、びっくりして、まあ上手い、まあ上手いの上手いんですけど、上手いっていうよりも、その、上手いという概念とか、かっこいい歌っていう概念がすごくこう、新しいっていうか、ジャニーズっぽくない、いい意味で。すごく今っぽい価値観で、かっこよく歌ってるなっていう方がいたんですよ。後でまた詳しくお話ししたいと思うんですけれども、それで、King&Prince の今回のアルバム、がぜん気になって、ぜひ買って聴いてみたいなと思って、今回こちらの作品を選びました。このチャンネルは、音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて、音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。ぜひ、チャンネル登録のサポートよろしくお願いします。それでは中身についてお話ししていきたいと思います。収録曲は全部で17曲。そのうち17曲目っていうのが通常版にしか収録されてない楽曲だそうです。僕は通常版を買ったので、17曲フルで聴けたっていう感じですね。で、収録時間が1時間10分ぐらいあったので、まあ、最近の、アーティストのアルバムとしてはもうめちゃくちゃ長い、CD、詰め込めるだけ詰め込めましたっていう、感じのアルバムですね。やっぱジャニーズのアルバムっていうのは、僕たまにこの企画で、ピックアップするんですけれども、こういった形が多いですね。まあ、基本的にはファンの方を対象に、CD を出してるっていうアルバムに関してはそういう感じだと思うので、ファンの方を、満足させるようにお腹いっぱいにできるように、いっぱい詰め込みますよっていうことなんだと思います。で、ブックレットにそれぞれのソロカットと、そこに名前が書いてあって、僕、King&Prince に関しては、平野翔くんしか知らなくて、名前。まあ、平野翔くんと、あとあれかな、永瀬廉くん。永瀬廉くんかっこいいなって思うんですけど、この二人しか知らなかったんですけど、僕がさっき、あ、すげえ歌うまいなって思った人は、岸優太さんという方でした。この方すごくね、今っぽい、歌を歌うなっていう風に思って、まあ、ジャニーズの、こう、人気グループっていうのは、まあ、大体グループの中に一人、歌うまキャラ、歌うまポジションみたいな人がいて、まあ、スマップで言ったらキムタクだし、V6 で言ったら坂本くんとか、あと、キンキキッズだったら、つよしくんだし、とか、まあ、いろいろ、こう、あるじゃないですか。で、まあ、そのジャニーズの、歌うまの価値観って、やっぱこう、日本の歌謡曲にすごく根ざした、
カラオケ映えするっていうか、いわゆる日本の歌うまい人みたいな歌い方をする人が、やっぱりほとんど、まあ世代もあると思うんですけど、今までそういう印象だったんですが、岸優太さんに関しては、すごく今っぽい、なんていうかな、その声の出し方が全然違うんですよね。声の出し方とか響きの作り方とか、あとはそのボーカルの処理の仕方っていうのも、今作アルバム通して、結構アップデートされてるなっていう感じがして、そこはアルバム全体通してもすごく気になるポイントでした。で、1曲目がキーオブハート、これ多分ね、なんかのタイアップがついてて、よりこう大衆向けに作られた楽曲で、やっぱりこのアルバムにもキーオブハートと多分恋煩いっていう曲が、大型タイアップがついた曲だと思うんですけど、そういう曲になると、まあ昔ながらのというか、ずっとこう、脈々と受け継がれている、ジャニーズポップスの王道サウンドみたいな感じにはなるんですけれども、他の楽曲に関しては結構ね、遊んでる曲は多いなっていう風に思いました。さっきからお話ししてるアンドラブ、このアルバムの表題曲なんかは完全に K-POP の影響を受けてるなっていう風に思いますし、あとは、オーサムシティクラブの、アタギさんが、作詞作曲をしている波打て心という曲なんかは、もろ、オーサムシティクラブのシティポップ感、まあ最近流行ってる、こうリバイバルしている、ポップ感っていうのが、ストレートに出てる曲ですし、あとは中盤では多分メンバーの一人一人がこうプロデュースした曲っていうのが、1曲ずつ入ってて、5曲全部で入ってて、すごく面白いなって思ったのが、先ほどから、今っぽい、最新のかっこいい歌を歌ってると言っていた岸優太さんがプロデュースしてる曲っていうのが一番ふざけてて、パラパラが流行った時のようなこうユーロビートの楽曲を、プロデュースしてるんですね。で、サビの歌詞がナイトメアっていうサビなんですけど、これも完全にナイトオブファイヤーだしみたいな、そう聞こえるように作ってるしみたいな、そこまでふざけていいんかっていうぐらい、歌が一番上手な岸さんが、そういった曲をプロデュースするっていうのが、なかなか面白いなっていうふうに思いました。あとは、生活過去仮っていう曲では、サイダーガールという、バンドかな、グループかな、ユニットかな、ちょっとわかんないんですけども、メジャーフィールドのど真ん中で音楽してるっていうわけじゃない人を引っ張ってきて、そういう人に曲書いてもらったりとか、なかなかね、全体通して、面白いこう作家人の、こう参加の仕方というか、いろんな曲があって面白かったなというふうに思いました。でも全体を通してこうジャニーズっぽさっていうのはしっかりとこう確保されていて、それは何かなっていうふうに考えると、やっぱブラスサウンド、ストリングサウンドっていうのがものすごく特徴的で、そのアレンジだけ、まあ良くも悪くもものすごくこう昔ながらの方法論っていうのを受け継いでて、どんな曲にもそのジャニーズポップスのブラスサウンドがこう加わるっていう、そこがまた面白いなっていうふうに思いました。それでは、5段階で星をつけて評価したいと思います。今週の、King & Prince の L&は星3つです。まあ全体的にすごく楽しめた、アルバムではあったんですけれども、やっぱり、こう、なんかこういうバランスに落ち着いちゃうのかなっていう、良くも悪くも、ジャニーズのアルバム、ジャニーズの若手グループのアルバムっていう枠を出ないというか、しっかりこういうこともやってきますよっていう、みんなこれ聞きたいんだよねっていうのを、結構な割合でやってくるっていうか、まあ、ところどころ、こう、アップデート、されてるなっていうか、ジャニーズの変化の兆しというか、そういったものも見られたんですが、やっぱ全体で見るとまあこうベタな感じにはまとまるんだっていうところで、まあ別に好きだけど面白いさとしてはちょっと物足りなかったなっていう、まあなんだろうな、その作品としての価値とか意義みたいなところで言うと、そこまでこうガツンと食らうものがなかったんで、星3つにさせてもらいました。まあただ、さっきからこうアップデートっていうふうに言ってますけれども、僕そんなジャニーズの作品こう、全部欠かさず、チェックしてるわけじゃないですが、参加してる作家人っていうのは、こう、徐々にこう変化してるっていうか、得意なサウンド
ていうのが変わってきていてみたいな、関わる作家さんが変わってきててっていうのはすごく感じました。特に最近のジャニーズ、アルバムで目立つ、名前としては、まあ、このアルバムだと坂室健一さんっていう方はすごく、目立つというか、このアルバムのカラーを作ってる一人だなっていうふうにも思いますし、あとはね、ジャズインパークの久保田慎吾さん、この方はね、結構いろんなグループに出てくるなっていう印象がありますね。この人が、ジャニーズの最新のサウンドっていうのを、まあその大枠っていうのを作ってる一人なのかなっていうふうに僕はちょっと感じました。あと17曲目の通常版限定のバウンスっていう曲は全編英語詞の楽曲で、あ、こういうチャレンジもするんだっていうのすごく面白いなっていうふうに思いましたし、別に全バージョンに入れればいいのにって思いましたけどね。なんかこれが通常版でしか聞けないっていうのもったいないなっていうふうに思ったし、まあでもファンだったらどうせ全バージョン買うからっていうのもあるんですけど、こういったことやってるんだよっていうのは多分、外には全くわからないことなので、これをなんかこう、うちに処理しちゃうっていうのは、僕はなんかもったいないなっていうふうに思っちゃいますね。で、最近はその、ジャニーズも、まあ、嵐がこう、ストリーミングを始めたりとか、あとは YouTube に、長めにミュージックビデオをアップするようになったりとか、変化があるんですけど、このアルバムも僕、アンドラブっていう曲を YouTube で、聴かなければ、多分買ってなかったでしょうし、もうね、絶対ミュージックビデオとか公開した方がいいんですよ。絶対そうだと思う。なんで、早く、まあ、このアンドラブに関してもやっぱりね、ショートバージョンなんで、いや、フルで1曲ぐらい聴かせてくれよと、そういう風に思っちゃいますね。こんなにね、質の高い音楽、が、CD を買わないと聴けないっていうのは、やっぱおかしい。今の時代は。それはもったいないなっていうふうに思いました。まあ、これからきっと変わっていくんだと思うし、まあそのポジティブな、変化だけでなくて、やっぱこうジャニーさんが亡くなっちゃったりとかっていうところで、正念場だというふうにも、捉えることができると思います。これから、ジャニーズがどう変わっていくのか、ジャニーズの、グループの音楽がどういうふうに変わっていくのか、その音楽の、見せ方が、発信の仕方がどう変わっていくのか、すごく、楽しみだなっていうふうに、そのまあ、これからをこう楽しみに、思わせてくれる、まあその兆しが見える一枚だったかなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。